くると自分は疲れる、はい、すごい距離があって届きそうでもないところで頑張って動く必要ないんで、だんだん近づきそうやなとか、そう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 、そう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 まいな、はい、でそれをとりあえずそのなんていうんですかね、さあそうそうそう、ワンツーをしてるからの動きを俊敏するためにこれがもうそういきます、ね、これがとりあえずその絶対必要になってきます、そうそう、でそれを今ジャムが動けるじゃない、ジャム、あ、待って、ね、この今ジャムですから、あ、この普通に引いたじゃないですか、はい、その引くときに右打つんですよ、そうっす、あー、引く、そうそうそう、要はこの手を引く力で背中をこう使う感じで、ここで押さえる、だからこれがこうなってると使えてないですよ、腕で打ってる、なんでしっかりこのグッてこの骨をこうグッて使う感じ、ドン、トン、そう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 、でやると骨っていうかこう回らす、まあ極端に言うとこの肩の運動かな、はい、そう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 、で胸を張る感じでやればターンターンってやってこう回す、ちゃんと肩が止まってる、それがワンツーってくるとどうする、危ないです、はい、なんで胸張る、そう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 、今でも分かった、はい、ワンツーってやると僕、例えば当てられてこうなっとったら、ここにいなかったら当たらないです。だけど、これが起きてくると当たりながらでも殴れます。はい。なんで、バンバン。そう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 、ちゃんと、ちゃんと。そうそう、ああ、今は綺麗やった。そう。で、あとは前も言ったけど、今、もう一回やってください。ワン、ツーじゃないですか、ツーじゃないですか。で、ここから足を軽く、右足軽く入れてください。ゆっくりさ。ワン、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ワン、ツーを足と一緒に。届かます。さっきの腕だったんです、はい、手だけだとその距離しか無理だけど、こう分かりやすく言うとこれはここで届かす、届かすね、でこれが足ですね、足ちょっと危ないんで、この辺に行きますね、例えばこれ届かない、でそれを足やってます、そう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 いうことそういうことそういうこと、でもう一個言うと足もここの左の時も止まってるよりはどっちかっていうとちょっとだけ、ほんのちょっとパッていこう、あとね、こっち、ジャブ出すときに、と、そうそうそう、それで場所取りなんですよ、そう、場所取ったら、腰をこの、骨をこう動きやすいところを作るわけです、場所取り、土台を作る、そう、で、右足を一緒に、ドーンって伸ばす、ただ、この、そうそう、胸張って、はい、そうそうそうです、バーン、ダン、うん、今です、この足を動かさずに、じゃあ、ジャブだけ、右だけってやると、まだ伸びないですね。はい。このちゃんと土台を作る。で、僕、距離ができたってやると、打ちやすいはずなんで、その土台を作るのを、だらけさにすると、もう、全部狂ってくるんで、なので、しっかりこれ押し上げるみたいな。そう。吹っ飛ばすんです。そう。で、吹っ飛ばしたら、そこからそのまま直線でぶち抜く。はい。でも、もう、こっからここまで行ったら、この手を引く力で、そのままこう、えぐってくるんですね。いやそう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 ね、ここで決める、はい、だからね、なるべくジャブをストレートになるべく伸ばしたんですよ、グッてこう、あ、もう棒みたいな感じでドーンって、はい、吹っ飛ばす、そうで、また右も吹っ飛ばす、ドーンってやると伸ばしてください、グーって押してください、あと僕に押しかけるじゃないですか、でそれが曲がってると押すイメージだとこれがいくんやね、あ、そう、そこを抑えたいもんで、押すっていうのはこう肩を引くのか、腕を引くイメージだ、肩を引く、ガンってやると伸ばす、そうするとここもちゃんとここで押さえる、そうすると安定します、でこれで前に2回目にこう押さえるんですそう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 、でやるとほら体勝手に止まらんす、うまいな腕下やと体こうなって、だから安定させるためにもちゃんとほっぺたにドンってやると伸ばす、これで止まりますよね、でこれ落としてみるんですよ、ジャンプで、で、どうどうする考えてきますか、そうそうそう、でも本当に地味なことなんだけど、本当めっちゃそういうの大事なんで、はい、ちゃんとほっぺたダウンで引くときもそうってやると今止まってます、はい、手を落とすとこんな感じ、こんだけ違うもんね、そうですよ、まあ本当にもう突き詰めるとそんな感じなんで、ね、結局それが積もり積もってだらけさにすると、フォワードを全然狙われるようになるんで、サイドバックの時とかも、はい、腕を伸ばして当てる練習
習をしてるから。そうです。だからパーってこう弾いて、そう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 。で、ね、ストレートも、はい、パーン。そういうことです。全部弾く。だからよく言うじゃないですか。押さない方がいいっていう。さあ、でも重いんで、うん、押したところでこう、辛いじゃないですか。だから、バーンってやると、自分の体がこうポンってこう後ろに向いたりする。まあ、いい距離があるので、サードロックのときにバーン。それだと、ちっちゃい子みたいに。ああ、うちのね。はいはいはい。